えー、それでは引き続きねアリステレスの思想の説明をしていきたいと思います。お願いします。で、えっとですね、あのー、前のビデオでは、うん、可能体と現実体という概念をね、えー、説明させていただいたと思います。で、そこではやはり、ね、質量と軽争。 という概念がやっぱ根本にあって、それとまああの、ねえー、対応させるようにして、えー、その概念を、ねえー、取り扱っていったと思われます。で、えっとまあ、じゃあその2つの質量結合論、そして可能性現実体という、ね、あの概念というのはどうしてあるのってこれ何回も,もうあの言いますけれども、すごく大事なことなので、どうしてそれがあるのどうしてそういう理論が、えー、なきゃいけなかったの彼はどうしてそれを考えたのそれはやはやり プラトンの、ね、イデア論っていうものがどうしてもこの現象界の生成っていうね生成っていうこの現象を捉えられない説明できないそういった緊急性から、うん、あのアリステレスはね、えー、それをカバーできるような、うん、質量係争論または可能体現実体という概念を創出したんだねでじゃあまあ,あのその生成っていうものをもう少しだけね、えー、詳しく 見ていきたいと思うんですけれども、生成というのは、まあ、つまり運動、変化。まあ、少し、ね、カテゴリーとしては、あのアリセエスがカテゴリーとしては少し違うようなところに入っているんですけれども、段階性としてだけど、ここでちょっと、ね、同じものとしてちょっと扱わせていただきます。あの運動と変化、そして生成。それを説明するします。それの説明ですね。運動って何ってことです。うん、運動とはどういうことなんの、うん、で、えっと、まず出発点。根本 的なところから言うと、アリステイスはねあの、運動は動かすものと動かされるものの連鎖というようなことを言ってるんですね。うん、これは堀田さんの著作から引用させていただきましたが、うん、運動は動かすものと動かされるものの連鎖、うん。このような根本規定が運動というものにはあると言ってるんですね。はい、じゃあ、あそれをね、あの詳しく見ていくという理由で、 続けていきますが、少しね長い引用になってしまうんですけれども、うん、聞いてみてください。または、えー、と止めてね読んでみてください。えー、と私はちょっと一回読みますけれども。はい。はい、いきますね、えー。存在するもののうちのあるものは自然によって存在し、他のあるものはその他の原因によって存在する。この赤字の部分はね何を言ってるかって言いますと、何言ってるかって言いますと、 まず存在するものっていうのを2つに分けたんでね。存在するものを2つに分けました。はい。で、一方は自然によって存在する。うん。自然に存在するということです。自然界に存在するとかそういう意味じゃなくて、自然にナチュラル的に、ナチュラルボーン的に存在する。うん。そういうことです。で、片一方は、他の原因によって存在するよって。うん。 自然に存在するっていうのは、それ自体に、えー、と原理があって、ただ、他の、それ以外のものっていうのは、それ以外の存在者っていうのは、それには原理がない。うん。そうやって存在するものを2つに分けたのね、ここでは。はい、じゃあちょっと続けて読みますね。えー、自然によって存在するものたちは、つまり前者の方だね。えー、動物とその小部分、植物や単純な物体、例えば土、火、空気、水などである。まあ、これは例示ですよね。 はい、でこれらは全て自然によってではなく、作られたものに比べて明らかに異なっている。作られたものっていうのは、すなわち後者です。ね、あのその他の原因によって存在するものですね。この引用文中によって、えー、の言葉を借りてある、ねはいるので。なぜなら自然によって存在するものたちは、それぞれ自らの運動と停止の原因を持っているからである。ね、で明らかに異なっていて、なぜならこうであるって言ってるんだから、そうじゃない方。 というのは、つまり運動と停止の原理を持っていないということですね。うん。あの、一文目の後者の方が運動と停止の原理というのをそれ自体には持っていないと。そういうこと言っている。つまり人工物というのは持っている。はい。そのあるものは場所的な意味での運動と停止であり、あるものは量の増大停止の意味であり、えー、っと、あるものは性質の変化という意味でのそれであると。これはいいです。で、これに対して、寝台や衣服。 その他、この種の何者であれ、それが信頼とか衣服とかいった名前で呼ばれているその限り、すなわち、技術によって存在するものである限りでは、それ自身のうちに変化へのどのような自然的傾向を持たない。うーん、こうい言っています。はい。えー、まとめてみますと、やっぱりその、まずは、えーと、存在するものというのは2つに分けた。自然的存在者か、人工的存在者か。技術的存在者って言ってもいいですね。はい。どちらでもいいんですけど。はい。その2つに分けました。で 一つ目の方、すなわち、自然的存在者。自然によって存在するもの。自然に原因があるもの。ね。それ自体に原因があるもの。っていうものの位置づけを与えました。前者にはね。で、後者。つまり人工的な存在者っていうものは、それ自体には原因が、運動の原因がないもの。うん。このように分けたんだよね。はい。 で、あの、具体的な例示として、やっぱりその人工的に存在した信頼とかって言ってます。あの、ベッドですよね。今風に言えばベッド。うん。ベッドっていうのは圧倒的に人工的存在した。それは、まあ、人間によって作られるよね。うん。ベッドがベッド自身でさ、ベッドになっていかないわけじゃないですか。なっていたとしたら、まあ、ファンタジーの世界ですけれども。はい。ただ、やっぱりベッドっていうのは人間によって作られるんですね。その点で、やっぱ人工的存在者と、まずは言えるわけだ。うん。で、まあ、運動の原理を内在しているってのは、すなわち、それが何かになっていくと。それ自身で何かになっていく。 そういうことなので、ベッドっていうのは、それ自身で何かになっていかないよね。うん。それは人工的存在者だからってそういうことうん。ね。じゃあ、あのー、ちょっとね、前後しちゃいましたけども、自然的存在者の方の例示としては、あのー、2分目ですよね。えー、っと、動物とか、あとは植物、単純な物体、土、火、空気、水とかって挙げられてますけど、植物を取ってみましょうか、植物。えー、まあ、木でいっか、シンプルに。うん。 木っていうものはさ、うーん木それ自体を見たときに、これさ、現実体、ね、可能体と現実体に説明しましたので、ここでは一回省きますが、現実体っていうのがある。木としては、木を見たときに、その木を現実体として見たときにね、うん、可能体としてはやっぱりその木の前段階、種子とかって考えてみましょうか。木の種子ね、木の種、もともと。その種子っていうのは、えーっと、可能的に木であり得るものですよね。はい じゃあ、その時にね、その木への移り変わり、つまり成長ですよね。この場,この場合で言うと、成長っていうのを考えた時にね、木っていうのは、それ自身でやはり木になっていきます。あ、間違えた。種子っていうのは、それ自身でやっぱりこの木に変わっていくよね。もちろん、雨とか水があって、初めてそれ自身が成長するってことは言えますけれども、ただ、 それは、うん、何かベッドがベッドになっていく、それ自身でベッドがベッドになっていくっていうような、それの,不,条、うん、なんうの不合理性とはまた別に、やっぱりその趣旨っていうのは雨とかによって木になっていくわけじゃないですか。ね、ここにはやはりその人が入るか入らないかとか、うん、そういった意味合いでやっぱり圧倒的な違いがある。それ自身でなっていけるのか、それとも誰かが介入して初めてなっていけるのか。ね だからこそ、ここには運動原理の内在、そして外在という違いがあるんだよね。うん、そういうことを言っている引用文ですね。はい。で、まあ、それをね、まあ、少し引用文から離れて説明したのがここになります。うん。ね。あの自然的存在者が同存在者と見られる限りで運動原理の内在。ね。あのその存在者と見られる限りにおいて運動原理は内在しているわけですね。はい。ね。だから例えばね、 うんその見られる限りにおいてっていうのはどういうことかっていう,と,うんと、ここではさ、その、そうだな、ベッドっていうのをさっき言ったんで、それで考えてみると、ベッドってさ、うんまあ、ベッドですよ。うん、ベッドを想像してくればいいんですけれども、あの、じゃあ、木製のベッドと考えたときにね、木製のベッドでいいか、木製のベッドで考えたときに、いや、それは、ベッドで、うん。 ベッドっていうのはある意味、人が作って完成されたものです、ねうん。で、その限りによって、やっぱり、えー、っと、現実体なんですけれども、いや、でもベッドって壊れるじゃん。うん、ベッド壊れるじゃん。じゃあ、ベッド自身が運動して、その壊れるってところに行ったんじゃないのただ、これはベッドの働きではないんですね。それはあくまでも木の働き。 そのように捉えるんですよね。アリステーシね。木の働きであって、ベッドと見てるときには、それはベッドはベッドとしてしか存在しない。完成されたものしか存在してなくて、それが何かに変わっていくって考えるときには、それはベッドの働きではなくて、そのベッドそもそもの素材。つまり、この場合は質量ですけれども、今回は木かな。この例示でおいては木ですけれども、その木が変化していってるんだよ。 うですね、そういう意味での見られる限りにおいてってことですね。自然的存在者と見られる限り、または人工的存在者と見られる限りにおいて、それは運動原理を内在するのか外在するのかとか違ってくるよってこと,そういうことですね。はい、で、えっと、先にちょっと下の部分に読みたいんですけれども、その運動、つまり変化、平成性っていうものはどのように規定されるかっていうと、定義されるかっていうと、これは可能的存在者が現実的存在者になる過程。 これのことを運動ってアリステリスは言ってるんですね。つまりここではやっぱり可能体と運動体、あ間違えた現実体っていう概念が使われてるんですね、その説明としてね。うん、可能的存在者がありましたで、それが現実的存在者になるこの流れ、過程っていうのをやっぱり運動とアリステリスは捉えているということなんですよね。はい。そういうことなんですね。で、えっと。 こ,こから、ね、私自身がアリステリスを、ね、少し、ね、あの学んだときに、全然がっつりと、ね、学べていない、いれるかどうかは不安ですけれども、あの学んだときにやっぱり感じたことなんですけど、うーんじゃあ、まあ、なんかその運動っていうのを可能体から現実体への,その流れということを言ってる、この人は言ってるんだけど、うーんどうして可能体が現実体になるってことですよ。 私はなんかじゃどうしてもそこを乗り越えられなくて、うん、まだ乗り越えてるか,どうか不安なんですけどそう、どうして可能体っていうのは現実体になるんだろう、うん、可能体のままでいてはいけないのとか、可能体のままってことはあり得ないの。うん、たん最初に言えばうん、最初にちょっと言っておくと、可能体が可能体のままである。つまり現実体を。 実現していかないっていう可能性は十分ありえますね。アリスエスもそう言ってるし、可能体は可能体のまま終わっていく、または可能体は現実体で実現していく、この2個の可能性があるってことはもちろん言ってます。うん、ただ、もちろんこの現実に即して考えみると、その現実体、つまり実体としてね、私たちの目の前に存在しているものがあるわけじゃないですか。だからこそ、それはやっぱり可能体っていう時期があって、うん、現実体になってるわけだよね。だから、ここでは、うん、でもじゃあどうして、 すべての可能体がこの現可能体のままとどまらずに現実体っていうものを実現しているのは分かると。そういう疑問がどうしてもやっぱ脱ぎ切れなかったんですね、私はね。うん、だからここでねあの、アリス先生系の答えを与えてみると、うん、現実体っていうのは可能体にとっての目的なんでこうなっていくんですよね。うん、ここはまた面白いところですけどはい。で、まあ、あの先に言っておきますと、この、ここをね、説明聞いていく段階でちょっと思い出してほしいのは、あの、 質量計争員、質量計算論のところで言った存在の4原理、ね、質量員、計争員、運動員、そして目的員。うん、これの関係性をね、少し、ね、思い出しておいてください。ねはい、じゃあ、ちょっと次の説明いきますね。うん、じゃあ,うん、まあ、現実際っていうのは可能体の目的であるということを、うん、アリステリスは言ってるんだけど、じゃなんでそれが目的なのってやっぱ思っちゃうわけですよね。ならではにやっぱ思っちゃったんですよ、私は。 うん、本を読んでる時にね、そう書いてあるわけだけど。なんでじゃあそれが目的になるのよと。ただそれとそれが存在してるだけで、どうして片一方は片一方の目的として考えられるのだろうかと。ね。ただそれだけは存在してるっていうことも言えるわけだからね、私たちは。うん、ただやっぱりアリステレスの目的であるとって。そこには何が隠されてるかっていうと、これはやっぱ一個のアリステレス哲学の、ね、根本にある部分なんですけれども、 全ての運動しているものっていうのは動かされるものであって、で、なんかその動かされるものっていうのは他のものによって動かされてるんだよって、うん。こういうことを彼は根本的な考えとして持っていたんだよね、うん。運動しているものは全て動かされてるんだと。こういう見方を持っていたんですね。 うん、ここは割とその証明チックなところがなくてあの前提として、ね、取り扱われていた部分なんですけどアリステリスって言うとね、うん、であのプラスしてどうして、えー、と現実体可能体の目的であるかという問いに、ねえー、説明する仕方として、えー、プラスの下のところにありますけれども可能体と現実体という概念の順序を分析したんだよね、うん、つまり今簡単に今どっちが先立ってるのかどっちがこの概念に 概念,の概念においてどっちが先立つ概念なの、ね、現実体が先なのそれとも可能体が先なのねもしかしたら可能体が先っていう人はいるかもしれませんね。うん。で、全然分かります、その気持ちは。なんでかといえばさ、何か現実体があって可能体があってで、可能体っていうのはこの現実体のね、可能的な存在者。 可能的にこの現実体になれるものって言ってるわけだから、え、じゃあ、これが先じゃん。ね、これが先じゃんって言えるかもしれません、ねうん。実際にその考えはね、えー、順序分かりますし、私もそうだと思います。考え的にはね。うん、ただ、アレステ的に言うと、実は可能的存在者ではなくて、現実的存在者は可能体に先立つ。現実体は可能体に先立つということを言ってるんですね。順序的にはだから現実体っていうのが先なんだよ。 うん、例を取ってみましょう。はい。人間っていう例を取ってみましょうか。厳密に言えば人間の段階とここに書いてありますが、どういうことかっていうと、例えば、胎児。ね。えっ、ー、と、お母さんのおなかの中にいるときですよね、えー。そういった状態を胎児って言いますけれども、その胎児と、じゃあまあ、成人した人間にしましょうか。胎児候としては。成人した人間。うん。この場合 胎児っていうのはその成人した人間の可能体ですよね。うん、可能的にはその成人した人間になりうるわけだ。なりうるわけだ。うん。だからおそらくそれは可能体と言えるわけですね。はい。で、なおかつ、えー、じゃあその胎児の方がさ、その成人した人間よりも先な段階なわけだからね。前の段階にあるわけだから、えー、じゃあこっちの方が先になってるんじゃないの可能体の方が先になってるんじゃないのって思うかもわかりませんが、そうではないんですね。つまり、その胎児って っていうものを胎児っていうものを作るためには必ず成人した人間が必要ですよ、ねうん。胎児っていうのは成人した人間がなければいなければ確実に出来上がっていなかったと思うんです。つまり、えー、と人間が、ね、子供を作る時には、えー、と成人した男性と女性っていうのが必要で,、うんでえー、と彼らが子供を作ってっていうこの、ね、状態、段階っていうのを踏むわけですよね。はい、ですのでやっぱりこの胎児っていうのはどうしても 現実体っていうのが先になきゃいけない。つまり、成人した人間っていうのが先にあって、この可能体っていうのが出来上がってくるんだよ。うん、こういう順序を説明してるわけです。ね、まあ、ここでね、あの、勘のいい人はね、もしかしたら何かに気づいたかもしれませんが、それは後々多分説明します。多分ってか説明しますが、うん。あの、で、なおかつ、その可能あの、もう一つね、あの指印のところで書いてある。 ちょっと前後しちゃうんですけど、前の部分ですが、可能体の2つの可能性、こういうことも言ってるんですけれども、これどういうことかっていうと、つまり可能体っていうのは、さっきもちょっとちらっと言いましたが、あの、現実際になる可能性もあるし、ならない可能性も実はもうあるんですよ、そこにはね。うん、現実際になる可能性もあるし、ならない可能性もある。だからこそ、ね、ここの現象界にかあの存在しているものは、まあ、現実際って私は言いますけども、見方によって現実際って言いますけれども、はい。 それが存在しているというところから考えると、可能体が先にあ,あっちゃうと、可能体が先立ってしまうと、都合が悪い。つまり、現実体にならない可能性があるものが先になっちゃうと、確実に現実体がここにあるのに、それが説明できないじゃないか。うん、だからこそ、やっぱり、現実体っていうものは可能体に先立ってなきゃいけない。うん、こういうことを言うんですね。うん、はい。えー、です。まあ、こんな形でその、じゃあ、どうしてその現実体が、 可能体になっていくのか、実現していくのか、まじだ可能体が現実体を実現していくのか、そしてどうしてそれが目的であり得るのかというようなことの説明になっております。はい。で、ここからがまああの今回のスライドのねもう最終段落になっていくわけなんですけれども、うんじゃあね、人間のさ、その例示で私言いましたけれども、胎児と成人した人間のね、うん でもこれってさ、無限に遡れなくないですか無限に遡れちゃう感じですよね。よく考える。つまり、胎児には、まあ、成人した人間、成長した人間っていうのが必要なわけですけど、それを作るためにはね、必要なわけですけれども、でもじゃあ、その成人した人間っていうのもあくまで胎児だったわけで、ね、その前には成人した人間がいて、男女がいて、うん、これ無限的になんか言えちゃいそうですよね。 無限的に言いちゃいそうですよね。なんか、卵と鶏みたいな議論にも、ちょっと匂い感じますけれども、それっぽい匂いをね。うん。だからこそ、ここの可能体と現実体のこの移り変わりっていうのは、ある意味で、今の説明のだけだと、無限的なんですよ。ある意味で。無限交代とかって、プラトのところでも言いましたけれども、それをやっぱ出し切れていない。うん 無限答えを出しきれない限りは、やはり議論としては、どうしてもね、欠陥的なものになってしまうので、ここを乗り越えようという意味合いで、やはりアリステルスは何を考えたかというと、ここで第一質量と純粋係争と、そういう考え方が出てくるんですね。うん、次いってみます、はい。第一質量と純粋係争という概念,概念について少し考えてみますが、 さっきも言いましたが、えーっと、可能体と現実体、または質量と係争。これっていうのは、それ自身を見たときに、どうしても二面性があると。ある質量を見たときには、やっぱりそれは係争でもあり得るんでね、見方によってはね。例えば、木っていうのを考えてみますが、ね。机になるための木。机の材料としての木っていうのは、もちろんこれは質量として見れます。ただ、それを係争として見るってなったときには、係争として見れるわけですその木っていうのはね。 例えばね、えー、っと、切られていない木、ね、ただの木の幹があって、その木があって、で、まあ、その切られていない、全くもっての木っていうのがあったときに、それは、その切られた木を見たときには、そこからしたら、現実さなわけですね。これはね、切られた木っていうの切られていない木からしたらね。うん。だからこそ、この切られた木っていうのは、形装でもあるし、そして質量でもあるのね。うん。二面性があります。で、形相にもそういった面が。 係争にも、ある意味では、やっぱりこれは何かの質量だけれども、ある意味では何かの係争だ。こういうこと言で、それはやっぱり無限的に遡れてしまうので、この系負っていうのはね。うん。だからこそ、無限交代。それは議論をなさない。じゃあ、最初に決めちゃおうよ。根本をね。っていうのは、第一質量。まずは質量の方からですけど、第一質量ってものを考えました。それは何そのものは、もはや質量を持たない質量。ね。質量を持たない質量。 うん、で、えっと、もう矢印の場所も一回読みますが、全く無規定的なものであって、現実に存在するものではない。ここでもう見えましたね。うん、現実を飛び出たんです、アリステルスは、ねうん。アリステレスはあの現実で、ね、あの経験的に観察したものから、やっぱり彼の哲学を始めましたが、イデアっていうのを乗り越えるときにね、うん。だけども、やっぱり最終的には、うん、そのイデアが、えっと、その根本とした超越的なところ。 っていうのを見出していったんだよね。うん。あのー、ね、第一質量の規定としてここで書きましたけれども、えーっと、説明として書きましたが、その質量はもはや質量を持たない質量。質量を持たない質量。やっぱりこれは現実に存在しないわけですよね。なぜなら、アリステレスの根本規定で、実体ってものは、あ,るあらゆる実体っていうのは質量と係争を含むわけですから、もはや質量を含まないなら、 その質量というのは質量を含まないなら、やっぱりここには実体性っていうのはなくなっていく。つまり、現実界にはないってことですね。はい。で、純粋ケーというのはどういうものかっていうと、うんね。これはいかなる質量とも結びつかない係争。こういうことを言ってくるんですね。はい。ここにもやっぱりね、あのー、質量を持たない係争なわけだから、係争だけってことですよね。その場合は、やっぱりあらゆる実体っていうのは質量と係争からできてるっていうこの規定から考えると、やっぱりこいつももはや実体ではないんだよね。 うん、現実から飛び出たものになる。はい、で、えっと、この純粋係争で、ね、よくある説明っていうのは、うん、それ自体は動かずに、あらゆるものを動かすもの、すなわち不動の動作とかってよくありますが、うん、そういったもの、そういった説明の仕方がされるんですね、純粋係ねうんね。で、だからこそ、係、う、争、んまあ、っていうものはさ、あらゆるものの目的になっていたよね。現実体っていうのは可能体の、えー、目的だったわけだ。係、ね、争っていうのもシチリアの目的だったわけ。 だからこいつは圧倒的にずっと軽装なままなので、軽装しか持たないので、あらゆるものの目的になってるんだよね。うん、あらゆるものの目的で、だからこそそれに向かって全てが生成していく。ね、で、あのー、ここにはさ、どうしてもね、あの、イデア的なものを考えてしまうよね。うん。プラトンもイデアっていうものがある、ある意味で真,真実だ圧倒的にこれだけが存在するものって言って、イデアを、えー、イデアの説明をして、で、なかつ、 あらゆる、うん、現象的な個物、ね、この現象界にある実体っていうのは、それを目指して生成変化を起こしていくんそういうことを言ってるわけだから、ある意味、やっぱここではね、あのー、このような感じで、プラトン的な神秘思想、超越思想っていうものにアリステレスがまた回帰していくというような流れがここで見えてくるんですよね。はいでまあ、そこにはやっぱり運動っていう原理をね、運動っていうものを規定しようとしたアリステレスのもがきがあったし、うん それはやっぱ最終的に考察したところで、どうしてもやっぱりこの、ね、動かされるものと動くもの、あまあ全ての動くものというのは動かされているんだというような原理を乗り越えるために、てか成り立たせるために、どうしてもこういう根本規定が必要だったとっいうところで、ね、超越窒素の場所に入っていったというような流れが組、えー、み取れると思います。うんはいえー、そんな感じで今回の、えー、と発表を終わりたいと思います。運動と、えー、第一次性と純正競争というような考えでした。 thanks